ここではないどこかへの憧れ山形の寒河江という田舎に生まれ東京の三鷹で育ちました1980年1月9日は山形でも近年まれに見る大雪が降った時期で病院の窓の外には真っ白な雪景色が広がっていたそうです美しい冬に生まれたから 未冬父親は教師の家系に育ち自身も社会科の先生をしているため日常的に教育があふれる環境で子供時代を過ごしましまた例えば父はよく世界地図を広げて大航海時代の歴史をドラマチックに語ってくれたり一緒にお風呂に入りながら国名国旗宛てクイズをしたりと 個人事業を開いてくれました母親は海外文学を中心に絵本を毎日読み聞かせてくれました。オスカーワイルドの幸福な王子やアンデルセンの鉛の兵隊は、当時も今も大好もな本です。両親の影響で世界地図と海外と学に触れてきた私は、自分が今見ているものよも もっと広い世界を見てみたいという思いをこの頃から強く抱くようになりました小学校時代は引っ込み思案な性格のためか友達がなかなかできず高学年になるといじめに遭います授業が終わるチャイムが鳴ると10分の休憩時間であっても図書室に駆け込み壁面に飾られている ドガの踊り子をモチーフにした絵画を眺めながら異国の文化に思いを巡らせることをささやかな楽しみにしていましたその頃夢中になっていたのが「エルマーの冒険」江戸川乱歩の小説に登場する私立探偵明智小五郎が活躍する「少年探偵団」シリーズそして「アルセーヌ・ルパン」や「シャーロック・ホームズ」といった「 ヒーローが織りなす冒険譚魔法使いサリー」よりも「ドラゴンボール」が好きゲーム「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」にもハマりとにかく冒険が好きな少女でしたもっと広い世界を見たい普通じゃない人生を送りたい私を動かすのは冒険心ともいえる ここではないどこかへの憧れなのかもしれません今自分が見ている世界では完結させないという気持ちが自分をどんな時も前へと押し出してくれましたいじめられてばかりの憂鬱な毎日もここではないどこかへ思いを馳せることで乗り越えることができたのです今 自分に見えている世界だけが世界のすべてではない。二、自分だけの世界地図を手に。思うに希望とはもともとあるものとも言えぬし、ないものとも言えない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。 歩くく人がが多ななればそればそ道になるのだ中学2年の時の国語の教科書にあった中国人作家露仁による小説「故郷の一節」この言葉に熱い衝撃を受けた私は「露仁を生んだ中国に行きたい」と海外への憧れを抱くようになりますチャンスが訪れたのは 高校2年クラスメイトが東京都主催の養生セミナーの募集があることを教えてくれたのですこれは東京の指定された各高校から12名ほど中国の北京上海天津に合計2週間派遣されるという交流事業でした現在は廃止ピンときた私は 早速翌日応募論文を書き上げ提出高校から選抜された1名の枠を得て路人の故郷、中国へ。1996年16歳にして初めて海外へ渡ります